口にいらっしゃい。
うちにいらっしゃい。手をつなぎましょう。やりすぎましょう。ナブサのリンそんな。私のお家にいらっしゃい。全部丸見えね。邪魔をするな、ラブサのリン。これこそが知恵の殿堂。
満足。手をつなぎましょう。ラクサのリング。知識はあなたにも。おとなしくしな。しっかり立ってな。もらった。さあ、ここか。剣女盤石。私のお家にいらっしゃい。手をつなぎましょう。ラクサのリング。三段。ここか。ここか。強戦。
難攻不落。知識はあなたにも全部丸見えね。ナイスパッション。理論の演劇。これこそが知恵の殿堂、全部丸見えね。邪魔をするな。落下のリング運行。
私のお家にいらっしゃい。全部丸見えね。おとなしくしな。疲れちゃったな。連行。私のお家にいらっしゃい。大悟くん、パンチョ。ヤクザのリング。ヴィランの演劇。勉学に励んでも
く拾うといい、ね、遠くに転がったら面倒だ。木に陥った時の対応は得意ではない。天道万象、岩山八九、分光、難攻不落、天道ここにある。
白い難攻不落。盤石もいつか土に帰る。網を引きに行きましょう。Thank you.
また見識を広められそうね。それやっ、手をつなぎましょう。
知ることがないなら、私が遊びに連れて行ってあげましょうか。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
証拠か。相手を間違え。手をつなぎましょう。
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見れば分かることだが、星とし無事今日の依頼。
書記官の仕事はとても簡単だ。だからこそこの職位にいる。勉学に励んでも頭が良くなるとは限らない。教練院にいる者たちを見ればわかることだが、
雨の日の外出ほど面倒なものはない。恐れずともただの自然現象に過ぎない。大きな木の下に隠れなければ問題ない。近頃はごちゃごちゃした申請が多いな。すべて却下しておくとしよう。
か悩み事？一緒に考えてあげるわ。やっぱり自分の目で見てこそ世界の美しさを感じられる。
何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。ことがないなら、私が遊びに連れて行ってあげましょうか。何か悩み事？一緒に考えてあげるわ。